はい、こんにちは。ということで、本日、グルージャ盛岡戦の、スタグル広場で今こちらの動画を撮っている状況です。今日は、スタグルを紹介したいと思います。本日紹介するメニューもオーシャンズセブンさんのビーフウィズライス、こんな感じで、すんげー肉入ってる、すげー入ってるね、これ。あいいね、いいね、まあ、そうだすね、これね、もうピクルスも入ってる。そう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 、これがね、あ、なんかちょっと、これおいくらですか？おいくら、これでね、なんと900円です。まあ、お買い得ですね、これね。どこのなんかテレビショッピングだ。じゃあ、まあ、ちょっととりあえず食べてみましょう。まあ、このね、ちょっとこんな感じで、こうやってね、ちゃんと肉乗せてね、食べないと。手が震えてるよ。ね、まあ、ゆっくりで、ゆっくりで、ゆっくりでいいよ。ゆっくりでいいよ。つかまないんだな、これが。はい。肉汁が出てますよ。なんかもう飛んでるけど。飛んじゃった今。美味しすぎたんだね。もうめっちゃ美味しすぎてです ね、 もうね。だって肉のサイズコスパすごくないですか、これ。コスパがすごすぎますね。コスパすごいよね。もう震えるほど美味しいらしいよ、これ。震えるほど美味しいです、ね。あ、うまっ。あやたさん、これ食べきるつもりですか、この場で。いや、さすがに食べきるのは難しいんで。まあまあ、でもそう、食べきれるような勢いでしょ、美味しさは、うん、めちゃめちゃ美味しいです。なので、ぜひ皆さん、食べてみてください。はい、これどこで食べれますか？こちらはスタグル広場の、補助競技場側だね。補助競技場側のとこですね、はい。なんで俺もカミカミだぞ。補助教授側の、補助教授側 の、 授の、オーシャンズセブン、おしゃれな名前ですね。で、このオーシャンズセブンさん、実は、平日はですね、菊陽町の菊陽日照の前にある農園さんのところで、出されてます。お店を、まあ、こういうお店をですね、出されてますので、まあ、スタジアムじゃなくてもそこでも味わえます。ただ、スタジアムで食うとやっぱね、2倍、3倍うまいよね、これ絶対ね。美味しいです。やっぱこういうスタジアムで食べるスタグルならではの美味しさもあると思うんで、食べたいよね、ぜひね、スタジアムで。あ、マジ。はい、じゃあ切るよ。はい、はい、ではまた次回もね、こういう風にスタグルの紹介だったりとか、前回ほら、ね、エコバッグを紹介したけど、はい、またグッズなども紹介していけたらと思うので、はい、じゃあまた次回お会いしましょう。はい。